文語牛は、大分県で生産される黒毛和酒の和牛、および、その牛肉。2007年10月5日に、地域団体商標として登録されている。大分県産の和牛の銘柄については、JA 全農大分県本部が、地域団体商標した、文語牛を用いており、2007年からは、文語牛流通促進対策協議会がザ、大分、文語牛の認定を始めていた。 その一方、くすぐ町では、く牛、きつ市山賀町では、山賀牛、文豪の市浅地町では、浅地牛と、産地ごとの銘柄も用いられていた。そこで、文豪牛流通促進対策協議会は2013年4月に、文豪牛の銘柄を置いた、文豪牛に統一することを決定した。全国和牛能力共振会などの品評会で、 受賞した和牛の血筋を引くものが多いと称する。以下の基本的な基準を満たす牛肉が大分文語牛とされる。さらに、このうち肉質等級が4等級以上のものを大分文語牛局とし、2013年4月22日から販売を開始したが、すでに民間業者によって商標登録されていたことが判明したため、同年5月11日から、 同ブランドでの販売を見合わせ、同年9月に新たな名称が大分文語牛板だけに決定した。明治39年に大分県農業技術センター畜産部が会場し、文語牛の品質改良に取り組みが始まった。1915年、牛の神様とまで称賛された前田達夫が大分県畜産主任技師に着任し文語牛の改良に取り組んだところ、 1921年の全国畜産博覧会で大分県産の種オ牛、千代三号が最優秀賞の一等一席を受賞し、銀座でパレードを行ったという記録がある。その後、昭和40年代から飯田高原などで牧草地の開発が行われ、使用等数が増加。1983年に生まれた種オ牛、伊藤福号や、1992年に、 大分県で開催された第6回全国和牛能力共振会などがあった。糸福は種を牛として特に優秀で、その産子は約4万頭に上る。近年では2002年の第8回全国和牛能力共振会において、糸福の血を引いた被災福が肉牛の部で内閣総理大臣賞を受賞した。JA 全農大分では、 文語牛肉の生産履歴を証明する文語牛肉通行手形を発行している。この通行手形には、などが記載されている。ありがとうございます。